鏡の中の中親父昔田舎では鏡というものをほとんど知らなかった頃の話ですある若夫婦が夫の父親と3人で仲良く暮らしていましたところがある日のこと父親は急な病で死んでしまったのです 大好きな父親に死なれた息子は毎日毎日涙にくれていましたさてある日のことその息子は気晴らしにと江戸の町へ出かけましたそして町中をブラブラと歩いていると店先に置いてあった鏡がピカリと光りました おや今のは何だろう不思議に思った息子はピカッと光った鏡を覗いてみてびっくり死んだ親父にこんなところで会えるとは鏡に映った自分の顔を父親と勘違いした息子はなけなしのお金をはたいて 「その鏡を買いましたそしてそれを大事にしまうと暇さえあれば覗き込んでいました」「そんな夫の行動を不思議に思った女房は夫が昼寝をしている隙に隠してある鏡をこっそり覗き込みました」「すると鏡の中には」 突然女房の顔が映ります。しかし、それを見た女房はそうを変えて怒りました。なんとまあ、こんなところに女子を隠しておるとは、それもあんなぶっ細くな女子を。腹を立てた女房はガシャン と大切な鏡を壊してしまいました。さあ、物騒いこんな。よくも私からあの人を奪いやがって、早く出てこい。女房は壊れた鏡をひっくり返してみましたが、もちろん誰も出ては来ません。畜生、逃げたな。 女房は気持ちよさそうに昼寝をしていた夫をたたき起こすと怖い顔で言いました。あんた私に黙ってあんなところへおなごを隠しておるとはどういうことはおなご。何を言ったいあ なんということをしてくれた。あれにはわしの親父が入っておったのに。嘘おっしゃい。ぶっさいくなおなごじゃったよ。何を言う、わしの親父だ。そんなわけで、夫婦の大喧嘩が始まりました。ちょうどそこへ、村一番の物知りの庄屋さんが、 近くを通りかかりましたまあまあ何をけんかしておる落ち着いてわしに事情を話してみろそして二人の話を聞いた庄屋さんは腹を抱えて大笑いですハはハはハッじゃそんなことか それはな、鏡といって自分の姿が映るものじゃ。亭主が見た親父さんというのは自分の顔じゃ。そして女房が見た女子も自分の顔じゃ。庄屋さんの説明に夫も女房も大笑いしました。 なるほど。親父にしては若いと思った。私も、どうりで美人な女子と思った。おしまい。